武蔵殿、どういったご用件ですじゃ。
それでは気をつけていってらっしゃいですじゃ。ここがバカ盗賊のアジト？とりあえず入ってみるか。門が開いてる。中に奴らがいるのか。おい、あんた、あのバカ盗賊たちの仲間が、バカ盗賊？ああ、リーダーズフォースのこと。私をあんなゴミと一緒にしないでほしいわ。私の名はブランディ。どう？香り豊かでコクのある名前でしょ。すまねえ、おいらこっちの世界の名前のことはよくわかんねえんだ。そんなことよりここ盗賊のアジトなんだろ？どうやらそうみたいね。
でも彼らはもうここフリーズパレスにはいないようの。私も探してるんだけど。チェ、せっかく盗賊退治に来たってのに、これじゃヒゲじいに合わせる顔がねえや。おい、どこ行くんだ。悪いけど、お子ちゃまの相手なんてしている暇はないの。それじゃあね、坊や、風邪ひかないようにね。何者なんだ、あの女。寒い。とりあえずこの中で五輪の書の手がかりでも探してみるか。風邪ひかねえうちにな。思い出を残しておくか。Thank you.
さっき手に入れたレッドアイとやらを使ってみるか。Thank you.
Thank you.
っき手に入れたブルーアイトやらを使ってみるか。
手に入れたグリーンアイトやらを使ってみるか。Thank you.
さてと、村に戻るかな。お前たち二人には失望したぞ。まさかあの時のことを忘れたはあるまい。勘弁しておくんなあれ。次こそは牧歌様の期待を裏切るような真似はしませんよってに。その通りでごわす。軍に捨てられた我々を拾ってくださった恩、忘れたくても忘れられないでごわす。忘れたくても、いや、それは忘れろと銃を突きつけられても忘れられないっちゅうことでしてな、ベン。そうでごわす。忘れられるもんなら忘れたいというか、なんというか。もうよい。今ブランディとリキュールがあのチビの捜索に当たっている。まあ、あのスチャラカ姉妹なら放っておいても問題なかろう。こっちはトポの状況次第で作戦を変更することになるだろう。それに備えて準備を整えておけ。名誉挽回のチャンスでんな。目いっぱい頑張りますぜ。リーダーの意地見せたります。おいどんも張り切っていくでごわす。今こそリーダーの力を見せつける時でごわす。いらっ